面白くなくても聞け。いや、番組始まる前にちゃんと確認しておくけど、もうこれは、渡辺くんに、構成スタッフとしてじゃなくて、友達として明かした秘密だから、ね。まさかね、そんな若者たちの心を掴んで話さない DJ が、おとといから猛烈に玉金が痒くて痒くて、軟膏を塗り続けてるなんて話が表にもし出たらだよ。いや、言ってよ、これ始まってるなら始まってるってもう。ああ、もうこれおしまいだ。もう資生堂の CM もキャンセルだ、これね。全然、よかった、出てなかった。もうね、嘘なんですよ。そんなね、テディベアを抱えて今ベッドでね、一人 DJ の声だけを頼りに真夜中のサンダーロードをスタート、ね、孤独なサンダーロードをとぼとぼ歩いているそのボーイズンガールにとってみればよ、この DJ の声だけがこの人生の中での明かりですよ。その DJ がその懐中電灯を右手に持ち、左手で玉金をボリボリ書いてると知ったら、これどう思います？どう思います？みたいな。で、あ、嘘、玉金は書いてない。玉金じゃねえんだよ。あのね、ほんとに俺、あのね、なんて、すもも部分。ねえねえ、ああ、引きたて引きなさい、そんな別に。あのね、あの、もうほんと正直に言いますよ。金曜の夜ぐらいですかね。猛烈に、なんかね、ああ、玉金かゆくなりましたね。玉金じゃないってだから、あれ、なんだよ、玉金じゃなくて、それも、なんかものすごく上品な言い方で。なんだよ、今頭の中にいろいろ浮かんでくる言葉、なんかもう、まさに黒き香りが使えそうな言葉ばっかりで、今、あんまりいい表現が浮かばないの、ね、よ。天守閣。もう天守閣が、なんかね、ちょっとね、天守閣がなんとなく、天守閣周りの部分があるじゃないですか。皮がちょっと赤くなってて、めちゃくちゃ痒いんですよ。なんでしょう？なんでしょうって、なんでしょうってことはねえけど、これでさ、最初さ、恥ずかしい。自分でさ、そういうのにさ、つける薬を買いに行くのが恥ずかしいじゃん。でいて、単にかぶれただけだとなんかね、ちょっとさ、かぶれただけだと思うんだけどさ。ほんで、でも普通のさ、オロナインとかを塗っていいのかどうかがわかんないよ。オロナインは皮膚には塗っていいけれども、天守閣に塗っていいかどうか、こういう何、使用上の注意とか見ても、天守閣に塗っていいか否かが書いてないんですよ、全然。ほいで、変なもんつけてさ、大変なことになって、取れちゃったらどうするよ。蛍光灯についてる豆球みたいにポロー取れちゃったこれ切れちゃったらどうするこれもう売ってないからねどうしようと思ってほんでまずさ自分で行くの恥ずかしいからさかみさんにさ自然な会話の中でさ買い物にかみさんが行くあ買い物行くんだあ牛乳買ってきて低脂肪牛乳それからあの玄米フレークあとはチンコに塗る軟膏こう全然紛れなかったそれで紛れる予定だったそれが枝豆ねえなんて紛れるかと思ったらどうしたなんだ何なのなんて言われてさ神さんにさ恥ずかしいさで神さんにこうこれこれこういうわけで今俺の何二代目伊集院光の方のパーツが一つ変だとねパーツが今不良品だからね薬を買ってくれって話をしたらさだけど、神さんにしてみるとさ、俺はもう32年こいつと遊んできたと、ずっとさ、もう雨の日も風の日も、ね、こいつと命を共にしたけれども、あいつねえじゃん。野郎は女だから、ね、だからさ、で、あとそれから、どういうことになってるのかよくわかんねえじゃん。俺はとにかくいいんだよ。かゆみ止めで、天守閣に塗っていいやつを買ってこいよっていう話をしてるもんだから、向こうもなんか、薬屋さんと話がらっちゃあかないみたいでさ、買ってきたのがさ、インキンタムシ用なんとかみたいなってさ、でも、これを塗ったら俺はインキンタムシだってことを認めることになるじゃん。違うんだよ。ちょっとかぶれただけで、インキンではないんだよ。これスターだからね。昔、山口百恵がインキンになったかったらなりませんよ。私もスターですからなりませんよ、インキンには。で、もうこれを塗ったらインキンって認めることになりますから、これは塗れないじゃないですか。だけど、かゆみ止めの普通の、その何
キングじゃなくて、何、もう柔らかい言い方が見つからないんですけど、どうしたらいいですかね、人望語、ねえ、ねえ。もう今女性は総値だね、今ね、すごい勢いでね、パコーティンが、パコーティンに塗っていいっていう、塗っていいお墨付きの出てる、やつよっていう、要するに、かゆみ止めがあればいいだけのことなのに、なんかあなたもう、インキーされるとすごい低いじゃん、なんかすごいさ。で、どうしようとなったんで、そこにね、たまたまこの前にそうやって厚生の渡辺君が来たんですよ。それで、したら、俺もちょっとへこんでるわけですよ、相当そんなおちんちんが今、日朝八丁いかない状態だから、ちょっとそれ、渡辺君に、俺、陰菌やなぁと思うんだけど、陰菌かなぁっていう話をちょっとした、陰菌ないと思う、ないと思うんだけど、もうすごい痒いんだよ、おかしいんだよ。それで言ったら、厚生の渡辺がどうなってるんですかって、これこれこういう風になってて、天守閣の周りのところの皮のところちょっと赤くなってんだよね、って話したら、厚生の渡辺が、あ、それは、陰菌にありません。僕陰菌になったことあるんで、っていう形で、コンテンツ丁寧に相談に乗ってたところ、陰菌ではないけれども、やっぱりその、オロナインみたいな、普通のじゃなくて、そういうデリケート部分専用のかぶれ止めみたいなのがあるから、それを買わなきゃいけないってことになって。ほんで、生まれて初めてこの二人組で使いましたね。厚生の渡辺君が俺に言った言葉、松木をしない。今日は松本清にお買い物ですよ。ほんでさ、池袋の松木を行ったんで、池袋の松木がでかいから、池袋の駅前の松木を行ったら、したらさ、なんかおしゃれなお姉ちゃんとかばっかりじゃん。で、なんかさ、リップとか選んでんだよな。松本清ってのは、もともと薬屋なんですよ。だから、リップと、玉金に塗る薬はどっちがこう、あるべきかって言ったら、玉金の薬の方がいっぱいあるべきだと思うんです。だから、俺の方が優先でしょ？松本清は、ドラッグストアは松本清なんですから、ね。ヘアブラシと、玉金軟膏、ね。これ玉金軟膏の方があるべき薬なんですよ。で、じゃあ、なんでレジのところに薬剤師がいるかって言ったら、俺の玉金の具合を聞くためですよ。ね、決してブラシ、どういうブラシが売ってますかっていうことでもなければ、油取り紙とかを買うためではなく、ね、俺のかゆみを止めるために薬剤師がいるんだから、俺が恥ずかしいと思ったら、俺が帰るんじゃなくて他の客が全員帰るべきなんですよ。もしくは、玉金がかゆい人以外全員帰るべきなんですよ。なんか女子高生とかいっぱいいてさ、伊集院だとか言ってる中でさ、玉金かゆいんでそれに塗れる薬くれとも言えねえじゃん。ほんでさ、やっぱりうろたえちゃってさ、最初ちょっと勇気出してレジのとこまで行って、たまぐらいまで行ったんだけど、やっぱり周りの伊集院だっていう声にかき消されて、M&M みたいな買ってきちゃった。ちょっと、松木用に別にドラッグストアなくてもいいですかって。その後、またちょっと離れたところに、薬樋口がある。薬樋口は、松木よりは、ちょっと落ち着いてるんですよ。なんか、浮ついた感じは、そんなにないんですよ。それで、その、厚生渡辺くんというか、まあ、友達の渡辺くんにこう横についてきてもらって、悪い人についてきてよ、なんつって。で、また、レジのとこにもさ、白衣着た、すごい硬そうなさ、多分薬剤師の免許とか持ってんだろうな、とか感じのおじさんがいるんですよ。そこで勇気を持ってさ、ずっとまたゴニョゴニョしてたんだけどもさ、なんていうのかな、そこで僕は男性器だっていうのはちょっと恥ずかしい。だから逆に恥ずかしいんで、正々堂々と、それ、個人回復なんですけど、って言ったら、本当にいいタイミングで奥から、茶髪のなんか、その、白衣着た薬剤師出てきてな、なんか女の薬剤師出てきて、でもうどうしていいかわかんなくて、この人がって渡辺京指さんですよ、とりあえず。この人がもうチンポコが痒くてしょうがないらしいんですよって話にして、薬樋口の前で大喧嘩。だけどね、家帰ってさすがにね、そのね、おティンティンが痒くてしょうがないための、商品名はわかんない。まあ、なんていうの、ある意味、ピンコかゆみトレイルみたいな、そういう薬だから、それ以外の用途はないような薬、専門のやつだから、なんつったらいいのかな、
左ピッチャーには代打西岡みたいな、そういう感じのこう他のピッチャーは打てません、でも左ピッチャーは左ゴロしか曲がってくださいみたいなやつだから、家で塗ったらこれが気持ちいいの、なんの魔法みたいなったよ。一塗りしただけでそれまでバーンバーンバーン塗り塗りフヒーっていうぐらい、いうぐらい、なんかわかんないけど、そのフヒーっていうキャラを藤子不二雄に書いてもらいたいぐらいの、今まで猛烈な慌てようが、カイカイっていうことを頭の佐野から、書いちゃダメー書いちゃダメーって言ってて、もう大戦争なんですよ。もう劇画タッチなんですよ、その事態。俺の中、頭の中にいるかゆみくんは。それでちょっと塗られるだけで、かわいいキャラになっちゃう。めっちゃくちゃタラコに声優やらせようっていうぐらいの。かわいくびっくり、専用の薬はすごいね。でもね、思った。よくさ、罰ゲームで女装とかあるじゃんか。女装なんかの何十倍も恥ずかしいよ。そういう薬を買いに行くのって、字よりも絶対恥ずかしいよね。なんかこう普通に、女性の、薬剤師の人がいるところに、いる、松清で、タムシツンキとか買うのって多分ね、世の中でね、一番恥ずかしいことだと思います。どっちかっていうと、全裸の方が恥ずかしくないですもん。今度、誰かやんねえ、渋谷の松清で、マイクとか持ってて絶対わかるから、隠しマイクで、タムシ系の、何が一番恥ずかしいかな。タムシチンキジョアンズガリニアが、インキンって言葉がすごいもんな。だってね、インキンって言葉変えた方がいいよ。あのね、多分ね、俺みたいに、俺は、もう何度も言うけど、俺はインキンじゃなかったけれども、俺はインキンじゃなかったの。だってインキンの薬じゃないやつで治ったもん。インキンの薬は塗んなかったけど、普通のかぶれっていう薬に、フヒヒヒってなったもん。だから、インキンじゃなかったんだけれども、すっごいね、陰金って名前変えた方がいい。金が下世話。下世話だから、俺みたい、俺以外に、ものすごいもう今陰金で、今にも塗らないと、不品ってなれないのに、恥ずかしくて言えてない人とかね、すっごいいっぱいいると思いますよ。あれの名前を、なんていうのかな、セバスチャンとかすればさ、もう本当に今セバスチャンなんですよ、とか、あと、してくれれば買えるのに、はっきりはコンドームの何百枚も多分恥ずかしいと思うの。多分もう大人になったからコンドームが多分買えると思うんですよ、僕も買おうと思えば。だけど、うん、コンドームの100倍、スキャンティーと同等ぐらい。渋谷でどっちが売ればどっち恥ずかしいかな。多分思う、渋谷に例えば行って、109、まあ俺はちょっとサイズの問題があるけれども、試着して、ブーラジャーを買うのと、タムシチンキ買うのどっちが恥ずかしい？俺ブラジャーの方が全然いいと思うよ。で、っていうか俺の場合は、特に俺の場合は、例えばこれはコントで使うんだな感みたいのが少しあるじゃん。何か、そういう、こう、お笑いで使うんだなってなるから、もう余計にブラジャー楽だけど、俺は多分一般の人間だとしても、あれは絶対下着買うのと、だから、例えば下着買うときに、入り口で味とか聞くのと同じぐらい。食うんだこの人って思われるぐらいでやった、同等ぐらい恥ずかしいさ。いや、ほんとね。なんかさ、かみさんとかもさ、そんなさ、一緒に暮らして家族なんだからさ、心配するかと思ったら、引くのな、なんかものすごい聞かれてさ、ほんで、虐げられてさ、で、その後さ、しばらくこの二人の会話は、俺と、この構成渡辺と神さんがいるんだけど、このおちんちんについての会話って、神さん入ってこれないの？ないから、あの人は。で、二人で、ここがこうなっちゃってさ、これでこうでさ、今こうだよって話してると、なんかすごく疎外感があるらしくてさ、気に入らないらしくてさ、なんかね、家が今おちんちんがもう家庭不和ですよ。スタッフっていうのもね、ブーラジャーを買うのよりも、ね、松本清で、陰菌の薬を買う方が、全然、恥ずかしいですよ。ブーラジャー買う方が恥ずかしいよ、ガラスの向こうはみんな。ビニールサイン入り、今自分のおちんちんに振りかかってる災いの話もするわけよ、今。
今私の股間がポンペイみたいに今なってますみたいな話を今私はっていう話をしなきゃならないのよ。ね。ほいで、そのうまく伝わらなかったら、他、東急ハンズに行って、油粘土を買ってきて、つかなきゃ、もうチンチンの形を。こんな感じなんですよっていう話もしなきゃならないの、もう。含みでよ。増えてんじゃん。すごい。なんでブーラジャーは、ブーラジャーを例えば買いに行くじゃないですか。ほいでいて、こう、試着して買ってっても、多分レジの人は、あ、お母さんのお買いに来たんだなっていうことじゃないですか、基本には。お母さんの買いに来たのかもしれない。お母さんの体型が似てるから、試着までして行ったり違いないってことになりますよ、大抵。てか、いい、別にいいじゃないですか。いつも清潔なブラジャーをつけてたり、清潔な人じゃないですか。でも、おちんちんが買いってことは、いや、ね、こう言ってますけど、あのね、清潔不潔関係ないんですよ。運の問題なんですけれども、運の問題なんですけれども、イメージとしては、あの人は、おちんちん洗いが足りてないっていう感覚をみんなが持ってるわけですよ。それ行くだけで。こんな恥ずかしいことありますか？俺は本当に久々に耳まで真っ赤になったもん、その、レジの前で。恥ずかしいんだよなぁ。どうしてんだろう？多分俺家にいたら絶対お袋に頼んでるね。お袋ってなんかそういうことに関してなんか頼みやすい感覚あるじゃんか。絶対お袋頼んでるわ、あんなのね。あれ以上に恥ずかしいことってなんだ。大体さ、人それぞれさ、自分がどこにプライドを持ってるから恥ずかしい基準なんて違うわけじゃないですか。多分僕はパンツ一丁とかっていうのに関して確かに恥ずかしいですよ。恥ずかしいけれども、一応仕事がこういう風になって、一応顔を見て伊集院だってわかる人がかなり増えてきてるので、恥ずかしさで言うと相当逆に素人の頃よりは減って、やってると思うんですよ。何かしらあってやってるんだと。で、女装に関しても、派手なら派手なほど恥ずかしくないと思うんですよ。さりげない女装の方がきついと思うんですよ。さりげ、なんか、なんだろう、さりげないのってよくわかんないけども、耳にイヤリングだけついてるとかはすごい恥ずかしいと思うの。ものすごい恥ずかしかったりとか、すると思うのよ。あともしくは、上からジージャンを着てて、すごいダブダブのジージャンを着てて、少しこう揺れてはだけると中のブラが見えるみたいな嫌ですよ。相当嫌ですけど。だけど、例えば、なんか、エリザベス女王とか、それから、なんだろう、セーラー服とか、多分もう職業的に相当大丈夫。言い訳が自分の中で聞くから大丈夫だけど、なんかね、キャラに合ってるもん。カムシナンコ。ねえ、だからね、人が来てもらってれば自分が恥ずかしい。今まで一番恥ずかしいと思ったこと何かっていうとこだよな、きっとな。昔ね、俺小学校の時はね、小学校の卒業式だった劇の中にすごいつまらないギャグが入ってるのをみんなの前でやらされるのが恥ずかしくて、練習の途中に泣いちゃったのよ。その、練習中に泣いちゃったのが、だからその記録を塗り替えてさらに恥ずかしい。それが、多分子供の頃に今覚えてる中で一番恥ずかしかったことで、あとは、そうね、その今の俺の、その松清のレジの前で女性の薬剤師さんに、おちんちんの状況を説明して、一番合った薬をチョイスしてもらうっていうのが多分一番恥ずかしいことだな。恥ずかしさってすごく面白い一面あるよね。ね、善だと、全だと、ワイシャツの乳首だけくり抜いてあるやつだと、どっち恥ずかしい？ワイシャツの方が恥ずかしくない？普通に電車乗ってるとするじゃん。じゃあ上半身裸で電車乗るのと、背広とワイシャツの両方の乳首とかくり抜いてあって、綺麗になんか乳首だけ見えてんだと、絶対乳首だけの方が嫌でしょ。あ、なんか恥ずかしさは多分相当面白いね、なんかね。微妙だから。まあ、なんかちょっと恥ずかしさに関するファックスだったらば、例えば、僕はこういうことがあってすごい恥ずかしかったですよっていうのを、なんネタにしてくれれば幸いですみたいな形で送ってくれるのもよし、多分今自分が恥ずかしいのはこういうことだと思うみたいなのがあればですね、ファックス番号東京 03-5562-954 で、東京 03-5562-954 で、電話しております。やっぱりね、製薬会社も考えてんだと思うよ。な、今この自分のこの、塗り薬、ね、ポケットに入れてるあたりが僕もね、すごく、再発したらどうしようっていう感じなんですけども、これね、見たらね、SS 製薬の薬なんですけどもね、直接的に効かないよ、ほら。赤ちゃんのおむつかぶれやただれに最適だから、もう、これだったんじゃ、みんな、いいデータ聞いたな、今日ラジオで。君がおててぃの天守閣がすごく痒くなったとしても、
これからは、は、もうその何、レジのとこで薬剤師の人に、本資格が、なんて話をしなくていいわけですよ。赤ちゃんがちょっとおむつかぶれですっていう言い方をすれば、大丈夫なんです。うわ、これ知ってれば全然楽だったのになぁ。はぁ、赤ちゃんのおむつかぶれと、そのな、おてティーンのところに塗るのが同じっていうことは、赤ちゃんの全身とおてティーンの先は同じ成分ってこと成分っていうのはよくわかりませんけどもね。恥ずかしかったなぁ。でもこれはありがたいもんで、でも痒み止まってよかったなぁ。痒みってのは痒そうでさ、痛みに比べるとさ、全然なんかこう同情の余地がないっていうか、いてててててって言うと、なんかゴミだよっていう感じだけど、痒いって言うと、なんかさ、痒いイコール不潔イメージみたいに漂うじゃないですか。これはね、痒み差別ですよね、かなりね。でもある説によると、人間が一番気持ちいいって感じることっていうのは、かゆいところを好きに書くだけ書いてるときが一番気持ちいいっていう説があって、こう背中のかゆいところの一番ベストなところ、ベストな強さで書いてるところ、ときがものすごい気持ちいいっていう説もありますからね。だからあれですよ、これから出るかもしれませんよ。かゆみパブみたいな。入り口のところにちょっととろろ芋とかこう、一番届かないところにとろろ芋みたいなスッとこうつけられて、飲んでるうちに、だんだん痒くなってたなんつって、書きながら、それをつまみに、陣を。陣じゃなくてもいいんだけど、全然ね。最近なんすかね。あ、最近そう、テレビの仕事でさ、四国にね、行ってね、取材にね、行ってね、四国にいる野球圏ってあるじゃないですか。野球圏、野球、野球するなら、野球圏の、政党伝承者ってのがおると。で、その人にインタビューに行くっていう仕事があって、NHK 教育で。その人にインタビューに行くって仕事があって、で、これがね、政党伝承者なんでしょうけれども、俺はどう、なんとか疑わしいっていうのもありで、なんだこの人っていう変わってんなと思う。まずね、訪ねて行った家が、俺の感覚では、野球犬の正当伝承者ですから、こう、野球犬道場みたいな感じの看板がかかっていて、でも、その中から、野球って聞こえてるもんだと思ってるわけですよ。それで入り口のとこ入ると、コント55号の二郎さんのこう、肖像画がドーンって、ちょうど飛びますの美のこう、ポーズになってるみたいなのを想像していったんですよ。普通の漢方薬屋なんですよ、なんか普通の。それで中に普通のおばはんがいて、で、そのおばはんに、すいません、ごめんに、野球犬の正当、本家の正当伝承者の人がいるって聞いたんですが、私ですわ、なんてそのばあさんがね、教えてくれるんだよね、これがね。一癖も二癖もあるおばさんでね。でね。疑われるのが多分相当嫌いなんだと思うんですよ。で、こっちは一応、素直な気持ちのまま、伝承者って、正当化って何なんですかみたいなと思うんで入るでしたらもうさ、その時点でちょっともう怒ってんのね、なんかね。正当、私が伝承者に決まってるぐらいのね。で、私がルールブックだぐらいのトーンになってるわけよ。でいて、で、その、正当伝承者の証拠っていうのはあるか。ありますか？なくはない。なんですか？写真がある。ってほんで、じゃあ、その写真見せてください。それはできないっていうね。すごく大事なもんだからできないっていうね。ほんでね、野球には誰でも習わなくてやれるじゃないですか。やれるから。でも野球券なんて一見簡単そうですけどねって、これが相当怒ったらしいんだよね。この、正当伝承者にしてみれば、簡単とは何だと。で、簡単だっつうんなら、ちょっとやってみろみたいな話になってる。要するに、野球、違う！正統派の野球拳は、野球だからって言うの。え？野球するなら、なんつった。もうディレクターとこう話し合い始めて、話せねえと。話にならねえと。あの歌を歌うようじゃ話にならねえみたいなトーンになってきて、ちょっと契約になってるんです。で、なんかその人が言うには、野球するならが本当なんだと。で、なんだか、それはもともと、小唄にある全国花見踊りっていうのがあって、それの替え歌として伝承されたのが、それも忘れて昭和何年かに伝承され始めたのが、
その野球犬だから本家まで辿ると節はその元禄花見踊りもパンパパンパラパラパンとか商店街のお正月セールとか流れてたんですけど、まあ、あの正確に言うと三遊亭円楽師匠の出囃子、そのオープニングテーマなんで僕は知ってるんですけれども、この歌が正しいとかっつって、で、まあ、こっちもさ、取材できないの嫌だからさ、あ、元禄花見踊りって言って、俺は太鼓を落語の時にやってるから、円楽師匠のテーマソングとして、これは円楽師匠の孫弟子なんで、その太鼓を叩いたりしてるから、太鼓の手合いとかがわかるわけですよ。あ、こうすると、太鼓だと天つく、つくつくつくですね、なんて話をしてたら、だんだん心が打ち解けてきて、あ、よかったな、このおばさんがね、言うことが大げさですごいね。13代目か4代目ぐらいの野球犬の正統伝承者なんだけれども、まあ、踊らせると、まあ、上手ってか、そりゃそうだろうな、ずっとやってんだからな、めちゃくちゃ上手、上手もなんかわかんない、まあ、アウトセーフなんてやってんだけども、なんかね、エピソードとかなんかありますかって言うとね、もう目をランランと喋り出すんだよね。私は、片足を複雑骨折してるの。野球犬を8時間踊り続けたことがある。ものすごい感動的な、私はね、もう片足を交通事故でもう大怪我して、複雑骨折で、今日きちんとその形成手術をしなきゃいけないっていうのにもかかわらず、その日は野球犬の全国大会があった日なんです。もう全国大会わかんねえじゃん、もう俺たちにさ。でも私は8時間、踊り続けたのですみたいなトーンになっちゃう。もうちょっと感涙質になっちゃうね。でも俺の中にはさ、嫌ならやめればいいもんじゃん。野球犬って別にその、なんつうの、命かけなもんじゃないじゃん。他にもありますか、師匠とか。もう師匠のところに酔ってるから。他にもありますか、師匠。盲腸の手術をして。まだ寝ていなさいと言われていたのに、野球犬の全国大会がその年もあったので、私は野球犬をまた何時間も踊り続けました。そしたら何時間目に、手術の後がパックンと開いて、血だらけになりやがれ、休憩よって話を始めるのね。やめればいいじゃん、もう別にさ。で、また野球犬の全国大会ってもうわかんないじゃん、さ。野球犬の全国大会っていうのも、だってさ、野球犬って最終的には勝ち負け運でしょ。結局のとこじゃんけんなんだから、運じゃないですか。でもなんか聞くとね、運だけの要素じゃないらしいんですよ。ね、その美しさとか全部いるらしいんですけど、入れて初めて勝ち負けらしいんですけれども、でも俺の頭の中では野球犬の全国大会って全国で野球犬勝ち抜いてきた人が、野球犬やって真っ裸になってちょっと面白いなっていう感覚が少しあって、で、その時の写真とかを見せてもらったんだけど、誰も脱いでないよね。俺のイメージでは格尺としてその何、正統が本家家元ではないまでも、相当な市販代のやつらが来てると思ってて、で、いろんな作戦とかあると思うの、なんかこう、コスチュームを複雑にする作戦とか、こう、いろんなのがあるのかなとか、思って、全員普通にじゃんけんしてるだけなんだけども、なんかね、毎年やってるらしいよ。で、そのおばさんはね、野球剣道を語るとものすごく熱いのね。野球剣とはっていう話になるとね、その昭和何年にどことどこの野球の試合があって、その野球の試合に負けたチームが夜の宴会では勝とうっていうんで始めたのがこの野球剣でっていうところから始まり、自分の後を継ぐような人間は少なくとも、腕が漏れても野球拳をやってるようになったらダメっていうね。それを俺にしてみると、いや、腕が漏れた時はやめた方がいいと思うよっていう、その野球拳って遊びだしっていう、すごい。で、なんかね、今度ちゃんとね、大会をね、見に行ってみたいなって思います。今日のファクスのテーマはですね、自分が恥ずかしいと思ったことの恥ずかしいに関することなんですけども、ちょっとなんかわかるなと思ってたのは、群馬県のペンネームわやわやさん。高校1年生の時、じゃんけんに負けてエロビデオを借りに行かされた時、ね、僕は堂々と、まあ僕が借りるわけじゃないし、じゃんけんで負けただけだと頭の中に言い聞かせ、女性の店員にビデオを渡したところ、貸し出し中の札がついているのが中に混ざっていて、これは貸し出し中なんで、元の棚に戻してくださいと言われた時に恥ずかしかった。すっごいわかるよ。自分の中でこの借りる行為に関してずーっと正当化して、この手順は、オッケー、自分ですごい決めて、何度も頭の中でシミュレーションすることで、大丈夫、これは恥ずかしくないって決めたのと、ちょっと違う手順が入ったっていうことに対して、それ考えてなかったわっていうのはね、恥ずかしいですわ。それからですね、ペンネームうさぎ1年分。昔バイト先にとても性格のいい優しい女の子がいて、
いつか飯にでも誘おうと思っていました。彼女に彼氏がいることは知っていました。そしてある日の昼休み、その彼氏がバイト先に遊びに来ました。僕はリクライニングの椅子に寝っ転がっていて、その男が入ってきた時はどうしていいかわからなくて寝たふりをしました。反射的に多分したんだろうな。こんにちは、お邪魔しますとその男が僕に挨拶したのですが、僕は寝たふりを続けました。あれ、あ、寝てんだと男が言うと、彼女は、あ、その人私のことが好きみたいで焼き餅焼いて寝たふりしてんだと思うわと言いました。僕は顔が真っ赤っかになってしまい、それがかっこ真っ赤っかになったことがとても恥ずかしくて、そのまま男が帰るまで45分寝たふりをしっぱなしでしたとさ。だからその顔が赤くなったこととか涙が出ちゃったこととかがもうより何十倍も恥ずかしくするってケースはありますよ。だからこのさっき言った学校を卒業する時の劇の内容が最初は恥ずかしかったんだけど、そのあまりの恥ずかしさに泣いちゃったことがもう5倍増ぐらいで恥ずかしいっていうのはね、あるね。あ、俺あった、昔さ、あの日本放送で番組を最初に始めた頃に、その番組の広告が、こういう番組が始まりますよっていう、この伊集院光がガーって書いたの広告が、やったらエロ本の一番ケツのページに載ってたのよ。ほいで、買うエロ本か、レジにさ、エロ本買うから裏返しに出したりするとさ、俺がイエーイって顔してるのよ。それがなんか、わざとやってると思われてるんじゃないだろうかみたいな感じで、恥ずかしさが何倍増もあったとかあったなぁ。それから埼玉県狭山市ペンネーム、これなんて書いてるんだ、吉津、少年野球の中学の部活の試合で両親が揃って見に来ている時に代打を出されました。あー、恥ずかしかったんだろうなぁ。東京都世田谷ペンネームは走り込まれち、1年ほど前土毛を剃っていたら右乳首を半分ぐらい切り落としかけました。これはね、でさ、びっくりするぐらい血出るんだと思うんですよ、これって。ドロー、左乳首が泣いてるよっていうぐらいこう出るんだと思うんですよ。焦るし痛いしさ、これあんま使わないでしょ、男のその左乳首、右乳首あんまり使わないから、大騒ぎ、どうしたんだろう、これ。こういう時にさ、お袋、お母さんって言った時、どうして切ったのか言わなきゃならないからね、お母さんにはね。なるべく冷静になろうとするんだろうな。あ、俺あったわ。俺高校の時にチンゲをこう、なんかさ、いたずらにチンゲ剃ったことない？チンゲ剃ったらどういう感じするんだろうと思って。俺32がすごい普通の、もう素直な顔で、チンゲ剃ったことないって聞かれても困ると思うけども、高校の時に剃ってて、手が滑って、ちょっとだけなんだけど、その時は焦ったらすごいに見えたんだけど、袋が切れちゃった。袋がスパッて切れちゃって、なんつったのかな、ポテトチップ開けるとしたらそこから開くぐらい切れちゃった。痛い、なんか自分で言ってすごい痛い。俺で血がトピューって出て、すっごい怖くて、で言って、なんつったのかな、あれ、しわしわ袋なものが切った時よりもびっくりしてるから、すごい引っ込み思案になってるじゃないですか、その、元々のシワより、切れた瞬間のシワよりも、もうなんかすごい、冬越しみたいになってるじゃないですか、もう。俺らなんかさ、切れ目が合わさんねんだよ、なんか。切った時のままの、あれじゃないから。これなんか、血がいっぱい出て、あ、もうダメだなと思って。これは、もう、その時ね、中学だか高校だったけど、お母さんに、だよねお母さん、じんじんがって言ってちゃんと、まあお母さんだよ、だってその時はね、もうなんかさ、って、なんかさ、じゃねえ。なんか切れたよ、なんかじゃねえだろ、お前、カッターで切ったろ。豆知識予備校。ゾマホン豆知識。ここが変だよ日本人で一躍有名になったベナン人のゾマホン、うん、このゾマホンという言葉、ベナン語では火のないところに煙は立たないという意味の言葉としても使われている。長いな、おい。防弾チョッキ豆知識。防弾チョッキを着ていれば拳銃で撃たれても大きな怪我はないが、猛烈な速度で一点に向かってくる弾を食器一枚で受け止めなければならないため、
当たった瞬間は相当痛い。ボディーブローを受けても拳が体を貫通することはないが、かなり痛いというのと同じこと。はい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 。あ、痛いの痛いのね。松茸豆知識。青森県には松の竹雄という名前の松茸取り名人がいるぞ。アシカ豆知識。アシカのショーでよくやる鼻の先にボールを乗せる芸。あれを見てすごいバランスだなぁと感心した人も多いと思うが、実はあれ、ヒゲを使ってボールを支えているだけ。バランス感覚なんて全く関係のない芸なのだ。それもすごいじゃん。人はなかなかできないからね。モグラ豆知識。地中を自在に掘り進むイメージのあるモグラだが、実際の穴を掘って進むスピードはたったの時速 12.8 メートル。カタツムリの進む速度が時速48メートルということを考えると相当遅い。ピアノ豆知識。大抵のグランドピアノの足の部分にはカバーがついているが、どうしてカバーがつくようになったのか皆さんはご存知か？知らない。それは床を傷つけるのを防ぐためではなく、19世紀後半のイギリスでこの部分は女性の足を連想させるため、何かで隠さないと卑猥という考えが生まれたため。ふーん。お父さん豆知識。お父さんの靴下から出る臭い匂いの元はイソキチソウ酸という物質、うん、今後お父さんの靴下の匂いを嗅ぐ機会があったら、うわ、イソキチソウ酸くせえと言ってあげよう。言わなくていい。喧嘩豆知識。ドラえもんに出てくるキャラクターの中で一番弱いのはのび太と決めてしまいがちだが、うん、ちょっと待て。のび太はスネ夫と1対1の喧嘩では勝率10割を誇っているのだ。そんな書いてあったっけ。くしゃみ豆知識。くしゃみの時に出る唾は速いものだと瞬間最高速度が音速とほぼ同じになるんだとさ。最後のくしゃみ豆知識、なんかテレビで二郎さんが喋ってるの昔聞いたことある。なんか二郎さんが番組中にくしゃーんとくしゃみして、どうした風邪ですかって、いや、くしゃみっていうのはね、くしゃみすると喉に音速のスピードがあって話をしてるのを中学校ぐらいの時になぜか見たことがあって、その時中学生だった俺が思った感想は、いや、そんなこと聞いてないじゃんっていうすごい感想だったのも今すごい思い出しましたけどね。ゾマホン豆知識とはこれ新しく増えていく豆知識ですよね。ただ、あの、ゾマホンさんの旬がいつまで行くかわかんないんで、家でさ、こう、あの、民放のさ、いわゆる、あの、ね、地方局みたいなところのチャンネル、たまにテレビサイトのかなんか、かな、あの、会ってたら、ゾマホンさんが、ジーンズ丸川の CM やってたよ。もう CM キャラなんだね。すごいね、通列で。ゾマホンという言葉はペナン語では火のないところに煙は立たないという意味の言葉としても使われている。これ何から撮ったのかな？テレビで言ってたのかな？もう結構見てるけどあんま言ってないよね。丸々怪人ジョーンズさんと。防弾チョッキ痛いってのおかしいね。でも言われていれば、そうです。書き方がうまかったのは、ボディーブローを受けても拳は貫通しないけどかなり痛いのと同じことって言われると、ああ、なんとなくそんな気がするなっていうのはちょっとあったな。防弾チョッキ豆知識をくれたのは台東区の、爆弾本舗さんです、あと、あの豆知識本来の面白さを持ってるのは、ピアノ豆知識のあのグランドピアノの足の部分は女性の足を連想するから19世紀の前半に隠すことにしたみたいのは、これはその何、あの豆知識道としてはすごく正当派の、知ってどうするかよくわからないけれどもはぁーって言うし、あと身の回りで見れるっていう、ね、これはちょっと豆知識ポイントとして、豆知識道としていいです。これペンネーム青虫さんですね。ということで、どんどん皆さん豆知識を送ってください。また。